はい、いつもマルゲンのジクロス専門チャンネルをご視聴していただき誠にありがとうございます。ありがとうございます。で、今日の動画なんですけれども、はい、このテーマでいきたいと思います。はい、G クラスにもうプレネはつかない、はい、はい、これに関してヨジッちゃんに解説していただこうと思います。はい、はい、G クラスプレネがつくかというところなんですけれども、はい、やはり G クラスといえばなんかプレネがつくというイメージ持たれる方が多いなと思います。はい、はいはい、で、今現状としてその G クラスの相場、うん、まあ、プレネどうでしょうか。はい、まあ、今2024年モデルになりますので、うん、まあ、今このタイミングでですね、新車を購入された方は、うん、もう今はプレネはつかないっていうのが現状でございます。売却価格が、はい、まあ、購入価格を上回らないということですね。はい、そうですね。はい、まあ、ということはあれですか、G クラスの、まあ、相場というか人気が落ちてきてるっていう感じなんでしょうか。はい、全くそういうわけではないですね。そういうわけではない。はい、まあ、やはり要因としては、新車の定価が、まあ、どん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 上がってきているっていうところが、まあ、本当に最大の要因だと思います。まあ、特にその中古車相場に関してはその値落ちしてるっていう感じは正直ないので、まあ、どん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 その新車価格が上がってきてることによって、まあ、プレネがもう今はつかなくなったっていう、そういう状態ですね。はい、毎年毎年2回ぐらい上がってきてます。そうですね。はい、ちなみに G400D だと出始めから今でどれぐらい上がったんですか。はい、そうですね、まあ本当に出始め当初って1500万円少し切ってるぐらいの、新車価格だったんですけれども、今ですともう乗り出しで2100万円とか、もちろんオプションつける量にもよるんですけど、まあ、2100万円ぐらいなので、大体5、600万円ぐらいは出始め当初と思うと値上がりしているというところですね。まあ、G63 なんかはもう約1000万円ぐらい、ね。そうです。ね、上がっているっていう。じゃ、大体そういう感じですね。なるほど。はい。まあ、これが、ま、要因で、ま、プレネがつかなくなってきたという。うん、はい。なるほど。なので、ま、決して、そのゲレンデの相場が、落ちてきているっていうことだったりとか、うん、人気がなくなってきているっていうことは、ま、全然ないなっていう、うん、そういうふうに見ております。はい。では逆に、はい、今このプレネがつくモデル、はい、まあ、仕様だったりはありますでしょうか。実はあります。実はある、はい、まだあると。あります。ちなみにどのようなモデルなんでしょうか。はい、まあ、先ほど言ったように新車価格がまあ、ね、値上がってきていることで、まあ、プレネがつかなくなったっていうことなので、もうその出始め当初ですよね。 G400D でいうと2021年、2022年ぐらいまでに新車で購入された方で、で、まあ、現状ですね、まあ、今左ハンドルの方のが高値で売却できますので、なので2021年に2022年ぐらいに新車で 400D 買われた方で、まあ、左ハンドルのモデルですね、ですと、まあ、新車価格以上の、売却が現状可能となっております。まあ、その当時1500万円ぐらいで購入された方は可能性があると。全然ありますね。まあ、距離乗っててもっていう感じですよ。はい、そうですね。左ハンドルで言うと本当に距離乗ってても、まあそれを下回るってことはもうほよっぽどないなっていう感じですね。うん、逆に右ハンドルの方も、走行距離もし1万キロ以下とかであれば、まあ新車価格ぐらいの買い取りは全然できる状態なので、うん、まあめちゃくちゃリセールは本当に抜群というところですね。なるほど。はい。G63 はどうでしょうか。そうですね。G63 の方も、これもですね、もう本当に出始め当初、まあ、2018年から G63 って出てるんですけれども、まあ、大体2020年とか、2021年くらい。まあ、これはどちらかというと、まあ、プレネがつくっていうよりかは、まあ、本当買った値段とか、まあ、気持ちもしかすると、仕様によっては、多少プラスが出るっていうところになっておりますので、まあ、63も同じように、まあ、今、左ハンドルの方のが、高値で売却ができますので、まあ、そういったところでですね、大体、その出始め当初の新車の乗り出し価格が、まあ、2000万円中盤ぐらい、2300、400とか、そのあたりで新車購入された方は、もちろん走行距離って非常に重要になってくるんですけれども、まあ、低走行のものでしたら、もしかすると、プラスが出るという状態ですね。なるほど。はい。G63 にもこの2000万円前半の時代があったわけですね。そうなんですよ。もう、今から考えると、もう、遠い昔の話に感じるんですけれども。今の 400D と同じぐらいの価格。そうですね。はい。なるほど。じゃあ、今、乗られている方にとってみると、はい、かなり
いい情報というか。そうですね、うん、まあ、本当に買った値段、63でも買った値段にもう本当に近い数字で買取売却が、できる可能性があるので、うん、まあ、本当に売却のタイミングとしては本当にいいんじゃないかなっていうふうに思いますね、うん。まあ、G400D も G63 もともに今左が好調という高値がつけられるという状態なので、はいはい、まあ、これは逃さない方がという感じですね。はい、まあ、ぜひ今その対象のポリネがつくかもしれないというところのモデルに乗られている方、はいはい、ぜひ一度査定の方ご依頼いただければと思いますね。そうですね、ぜひですね、お問い合わせの方お待ちしております。はい、で、まあ、プレネの話なんです、続きなんですけれども、はい、新型の G450D や G63 が、はい、まあ、本国の方で発表されて、はい、まあ、日本での発表も、まあ、刻一刻と近づいているかなと思うんですけれども、はい、それが出た場合ですね、はい、発売された場合、これはプレネつきそうでしょうか。わかりません。わかりません。はい。まあ、まだあれですよね、価格も決まってないですよね。そうですね。まあ、何よりも、まだ新車の、その、マイナーチェンジ後の、いくらで販売されるのかっていうのが、まずそこが決まってからでないと、実際のね、そのプレネがつくのかどうかっていうところも全然見えてこないので、そこはちょっと情報を待ちたいなというふうに思っております。はい。ルジちゃん、ちなみにですけれども、うん、新型のマイナーチェンジ後の、それ新しい G クラスの情報っていうのは持ってないですか？まだ言えないということですか？ノーコメントということですので、はいはい、まあ、ぜひ皆さん、またもし発表があれば、そうですね、すぐですね、動画で共有させていただきたいと思いますので、はい、楽しみにお待ちいただければ。そうですね、楽しみにお待ちいただければと思います。わかりました。はい、はい、ということで今日は、G クラスにもうプレネはつかないというテーマで、動画をお送りさせていただきました。今日の動画は以上になります。はい、はい、今日も最後までご視聴していただきありがとうございました。ありがとうございました。